あこんにちは。えー、2020年6月の11日、連続講座、生物遺伝子、ウイルス、免疫医療、感染症対策の理解のために第25回を始めたいと思います。本日はヒトゲノムの第4回ということで、動く遺伝子、ウイルス用遺伝子について、まあ、見ていきたいと思います。私は講師を務めます、船橋杉田予備校講師の朝倉と申します。 私の市議としての新型コロナウイルス対応は、朝倉未来ある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。ただ、やはり、えっ、ー、と、本日は、えっ、ー、と、2人の方の船橋市内で感染が分、えー、かりまして、若干6月から、えー、若干、あの、一旦落ち着いたんですが、6月のここですね、若干、あの、発生状況が続いておりますので、引き続き警戒をいただければと思います。さて、 えっと、あともう一つ逆になんですが、えー、マスクをしあのずっとし続けることで逆に健康の被害があることがあるということで、えっと、ここですね、マスクを着、着ゃこれ厚生労働省の5月29日付の文書ですが、えー、こういうことがありますということで、えー 距離が確保できるときにはマスクを外すようにしましょうということ、あと水分の補給をし,しましょうということですので、どうぞお気をつけください。それでは本日の内容に入っていきます。本講座はこのような範囲、こういうことでやっていきます。さて、ヒトゲノムの分析で、えっと、約150キロベースに1遺伝子があると、で、大体3分の1の部分が遺伝子関連領域であり、 その中から、まあ、イントロの部分が多いので、1キロベース相当の、まあ、タンパクができるという話をしました。で今日、この特に非電子領域について、えー、まあ、見てみたいと思うんですね。さて、それで、えっと、実はこれがヒトゲノムの分析の表です。で、これは実はここにちょっと正し書きが書いてあるんですが、えー、っと、 あのいろんな文献を当たるんですけど、図によって解釈が異なりますので、えー、っとちょっと数パーセントとか、捉え方によっては10%くらいずれていることがありますが、あのまあ、大体そんなじ、あのまあ、大ずれはありませんので、えーまあえー、私なりにまとめた図で説明していきたいと思います。でまず、人のゲノムは2種類に分類するんですね。このユニークな配列、まあ、1回きりしかない。 えー、配列が、あのーまあ、ある部分と、それから反復配列というのがありますで。反復配列の中には2種類あって、散在反復配列、えーあの、遺伝子の中にたくさん、えー、散らばっています散在反復配列と、それから単純反復配列というのがあります。あの同じ場所に、えー、繰り返しの記号が並んでいるやつですね。さて、これまで学習したように、 えとエクソン、イントロン、エクソン、イントロンの並びの中で、ゲノムの中でエクソン、実際にタンパクを指定する領域は1.5%程度なんですね、えー、ということです。で、えーまあ、さらにエクソンの中にも 5' ダッシュ側の非翻訳領域と 3' ダッシュ側の非翻訳領域がありますので、両端を除くとさらにタンパクになる部分は少ないということです。でこれが昔の あの定義というか、タンパクを作る DNA においてタンパクを指定している部分のことを遺伝子と言ってましたので、この見方でいうと、1.5%だけが遺伝子で、残りはガラクタだったという見方があった、昔、ジャンク DNA という言葉がありました。これガラクタという意味で 1%, まあ1程度が遺伝して残りはガラクタだという言葉があったんですが実は今の認識はこのガラクタというまあ見方はおかしいということでいろんな役割をしているということが分かってきましたでその中で特にあのこのえっとイントロンでもエクソンでもない部分でトランスファー RNA はリボゾーム RNA を作っている部分そしてノンコーディングコードというのはタンパクを指定するということなんですがえっと タンパクにならないけど RNA まで転写されて様々働いている、ちょこまかと働いている RNA があることが分かってきまして、これが実はタンパクにならなくても重要な働きをしているということが分かってきました。えっと、今、ゲノムは、R、RNA コンティエントという表現がありまして、RNA 大陸と、えっと、ここに実は、RNA、タンパクにならないけど RNA までな,なるやつが非常に重要な働きをしているんじゃないかという見方が広がっております。さて、で、えっと、 実は本日の主眼はむしろこ,の、えー、こっちの方でありまして、散財反復配列ですね。で、実はゲノムの中で、LINE、えっと、という配列がなんと21%を占めています。で、サインという配列が14%を占めてるんですね。つまり、ヒトゲノムの中で、まあ、イントロンというのは特定の配列を持たないので、特定の配列を持つものが繰り返し並んでいるものとしては、LINE が最大なんですね。 で今、あの、若い世代のえ通信手段で LINE が流行あの最大になってると思うんですけど、ヒトゲノムの中でも LINE が最大ですで。あとサインっていうのがあります。それから LTR レストトランスポゾンとか DNA トランスポゾンっていうのがあるんですが、こっからここまでは、えっと、まるで、まあ、ウイルスのように まあ増え方がウイルスの増え方に非常に似てるんですね。ということで、まあ、特にこれがそっくりなんですけど、あのここら辺のグループは、ウイルスのような増え方で増えてきたんではないかということで、広く見るとこっからここまでがウイルス用遺伝子、用というのは様というふうに書くんですが、遺伝子ということがあります。さて、それでは、そのウイルス用遺伝子というのは、実は正確に言うと、動く遺伝子、トランスポゾンと言います、トランスポゾン。 えっと、ポゾンというのはポジションですね、えー。位置を変えるということです。動く遺伝因子。で、えー、動く遺伝子因子を最初に発見した人が、バーバラ・マクリントックという、えー、女性の研究者で、なんと、えー、DNA の二重螺旋構造が解明される1953年のワトソン・クリックの前に、まあ、DNA の構造も分かってなかったのに、 トウモロコシの実にふが入っていると、まあい、色が違うトウモロコシの実が出てくることがあると、でそれがさまざまなタイプが出てくるのは、遺伝子が動いたことが影響じゃないかという論文を出しました。で当時認められなかったんですが、 なんと30年経ってノーベル賞を受賞するということで、非常にまあ今につながる研究を先駆的にされてたんですね。さて、この、えー、と動く遺伝子群の中に人のゲノムの中で活躍しているものが主に3つあるんですが、えー、まず1つ目、DNA 型トランスポゾンというのがあります。でこれ、まあ、ある意味では単純でわかりやすいんですけど、このトランスポゾンという遺伝子が、えーと この中にトランスポ,ポ,、まあ、ポザーゼというあの、えー、酵素を作る、えー、ものがありまして、これは酵素を作ると、この酵素が DNA の両端に貼り付きます。そして、ここを切り出すんですねでこ。こことここの2つのトランスポゾンを接近させて、そして、ここくるっというふうに巻いて、切り出すんですで。切り出して、残った DNA は、えー、その残りの部分をつなぎ合わせるんですね。 そして、これをそのまま他の場所に移動させます。移動させまして、これがさっきハサミとして働いたトランスポザーゼが今度は他の DNA の場所にハサミを入れて、そこにこの配列を組み込ませてやるんですね。そうすると、いわゆるこれ実はカットペーストトランスポジションという 表現をする方がありましてパソコンで文章を打っているときに、ある文章を切って、そして別の場所に移動させるというのをやりますね。あれと同じこと、このトランスポゾンを切って、そして他の場所に移動させるという行為をさせることができるのがあります。で、まあ、これ、カットペーストなんですけど、中にはコピーペースト、まあ、つまり元の位置にこの DNA を残したままでコピーしたものを移動させるやつもあります。 これは基本的に DNA だけが介在している形ですね。DNA だけでどんどん移っている形になります。じゃあ次なんですけど、2番目なんですが、動く遺伝子の2番目で、レトルウイルス用レトロポラトランスポゾンというのがあります。で、えっと、レトロトランスポゾンは、えっと、両端に LTR、ロングターミナルリピートという、この茶色で表現したものがついているので、LTR 型レトロトランスポゾンということがあります。 さて、これはどうやって自らを増やしていくかというと、こういうことなんですが、このルまあ、このレトロトランスポゾンは、えー、まずは転写するんですね。メッセンジャーレネに核の中で。まあ、普通の DNA の一種ですから転写します。で、転写して、それが細胞質に出てきて、えー、ここのリボソームで翻訳されると、ここを読み込んで。そうすると、この中に実は2つ重要な酵素の遺伝子が入っていまして、 逆転者酵素とインテグラーゼという酵素が入っているんですね。で、そうすると、こうコピーして、コピーしきったところに逆転者酵素がこう残されるんですね、合成された。で、その逆転者酵素がこの、あのー、まあ、メッセンジャーレネーの端に残されまして、で、その逆転者酵素がこういうふうに、こっち側に移動していくと、このメッセンジャーレネ青で表現したメッセンジャーレネーの暗号を逆に 読み取ってて DNA にしていくんで、すね、まあ、DNA は赤で表現してますで、RNA は青で表現してますけど、DNA と RNA がハイブリッドの形になります。で、そのハイブリッドの形になった後で、RNA を壊して DNA の二重らせんに置き換える行為をします。で、今度そこの DNA の二重らせんの端に、インテグラーゼというものを配置します。で、インテグラーゼというものがまたくるっと巻いて、輪っか状物を作って、 でそれでどこかまた今度細胞質に戻って核の中に戻ってある遺伝子部分にあのここれ切り込みを入れて、えー、これをまた差し込むんですねで今度はさっきのあの,のカットペーストじゃなくてここに原本は残ってますので、えー、っとの原本が残ったままで、えー、ここに新しい場所にあの増えていく形になりますという形で実はこの形でふ 増えてきた遺伝子群があるんですさて、これって実は前にウイルスで勉強したことと全く同じことが起こってたんです。これ、HIV という人の,あの免疫不全を起こすウイルスなんですが、エンベロープという膜に包まれた HIV が、えー、と人のヘル,ヘルパー T 細胞に感染をすると、侵入すると、RNA を吐き出すと。 RNA にはあらかじめ逆転者酵素があって、まあ、この中に入っていて、RNA が逆転者酵素で働くと、その DNA ができると。で、その時にインテグラーゼという酵素も作られて、えっと、インテグラーゼが両端に行って、ここの人の DNA の中に潜り込んで、プロウイルスの形にすると。で、そうすると、またウイルスが、えーまあ、活性化させると、HIV が増殖していくということですね。 でこれは外から侵入して、外から侵入して、この過程を、えっと、コピー、RNA から DNA にして、DNA に潜り腐る過程をやった上で、最後に外に脱出していきます。外に脱出してきます。外から侵入して、外に脱出して増殖するのが HIV などの逆転車両ですね。で、こっちはどうでしょうか。やってることはそっくりです。逆転者酵素を作ってるし、インテグラーでも作ってるんですけど、 これが違うのは外に出ないということですね。あの自分の、えー、細胞の核の中でこう、まああのえー、転写して、そして逆転写して、また元あの、自分の細胞の中の核で場所を増やしていくという形ですので、えー、外に出ない点だけが違うということです。さて、HIV の遺伝子の中に、えー、見てみると、まあ、こういう遺伝子群があって、実は、えー、っとあの時にちょっと詳しく言わなかったんですけど、この両端に。 こういう構造があるんですね。こういう構造が。これが実は LTR という構造です。LTR という構造。これが LTR ですね。これがあの実は、これはウイルスのやつですけど、ウイルスでないえここの人え、まああの、遺伝子の中にあるものにもこれとそっくりのものがありまして、ウイルスとそっくりのものがありまして、こう逆。 構をも遺伝子を持ってるのもそっくりなんですね。ということで、これはこの、えー、とレトロウイルス用レトロトランスポゾンというのはかつてウイルスとして侵入してきたものが、えー、その脱出をしなくなって定着してしかし自らあの細胞の中で増え続けるという仕組みは残しているというふうに考えられております。さて、最後のパターンですが、えー、と実は動く遺伝子の第3 番目ですね、第3番目で、非レトロウイルス用、えー、レトロトランスポゾン、ちょっと長いんですけど、LTR というので説明した方がいいですかね。あの非 LTR 型、えっと、えー、HIV とか、あるいはさっきの、あのー、LTR 型レトロトランスポゾンには両端に LTR という配列があるんですが、今度はそれがないんですね。ないです。じゃあどうやって増えていくかというと、こう。 まずコピーします。ここは一緒ですね。で、メッセンジャーレンネができます。で、メッセンジャーレンネができて、えー、ここに、えーまあ、あの細胞質に出てくると。で、細胞質に出てきたものをリボゾームが読み取って、えーまあ、逆転者酵素ですけど、逆転者酵素がここに貼り付くと。で、その逆転者酵素が貼り付いたものが、えーまあ、RNA とプロテインがくっついたものなんで、r n p と言われるものになって、これが DNA に潜り込むと。 ここまでは似ていますねえ。ただちょっと違いをあの見ていただきたいんですが、えっと、レトルリウスオトランスポゾンは細胞質ですでに2本差 DNA にした上で、そしてそれを核に持ってきました。今度は RNA のままですね、RNA のまま、えっと、ここの核の中に戻って、そして DNA に切れ込み入れるんです。ここですね、切れ込み入れるんです。で、ここのところに、 ここから DNA を作らせて、そしてあとでここを押しのけて、ここに入り込ませるんですね。ちょっと、えー、ちょっとだけ違うんです。まあ似てるけど、ちょっとだけ違うというのが、この非レトロウイルス用です。あで、えーまあ、何が一番見分けがつくかというと、ここの両端にあのウイルスが持っている LTR という構造がないということですね。でも、増え方としての基本原理は逆転者酵素を使うということも非常に似ているということです。 さて、で、こういうことが分かってきたものですから、えっと、実は、あの、まあ、ちょっと簡略した図で、ラインの図をもう一回書いてみると、あ、これ、あ、言い忘れました。これが人の体の中で最も増えてる 21%もゲノムの中で占めている LINE の増殖方式です。で、現在は、じゃあ LINE は私たちの体の中で同じようにコピーして増えているかというと、現在はほぼ活動停止をしています。で、一部ちょっと動くやつがあって、それがまあ疾病の原因となったりもするんですが。 まあ、かつてこういう形で増えてきたという、まあ、今は活動停止中のものが多いと考えてください。さて、この LINE の親戚でサインというのがあるんですね。これ、ショート、LINE、えー、がロングインタースプリッティッドエレメントということで、調査、散在というのインタースプリッティというのは、まあ、えー、散らば、め、えー、らばっているということで、反復配列。まあ、これ、同じ配列ですので、コピーですので、えー、っと反復配列というんですが、それの兄弟でサインというのがあるんですね。短いんです。あの、で、 山陰は短くて、中にあの逆転者構想の遺伝子がないんですねで。逆転者構想がこうやってできることが、えっと、この自己増殖の,原因あの、まあ、ポイントになります。で逆転者構想が、えー、ついた、えー、ものというのは、まあ、ちょっと人間社会でいうと、コピー機付きコピーの紙と。 コピーの紙ができるんだけど、そこにコピー機がそのまま貼り付いてると、逆コピーがまた原本を作ることができるみたいな形ですね。で、サインはその、えっ、ー、と、逆転コースがないんですが、どうも LINE が使ったえこの逆転コースを残していったやつをその転用、借用してるんじゃないかと言われてまして、うまいやり方でサインも LINE に寄生して、 LINE の、えー、逆転車をこそ使って増えてきたという,うに言われております。さて、LINE の話に戻ります。LINE はこのようにして、まあ、自らのコピー機付きコピーをやって、今度増えてくるという形ですね。で、それに似たものに偽遺伝子というのがあることが分かってきました。で、同じようにコピーをするんですけど、えっと、これは、えっと、一回、これは何回でもできるんですね。コピーペースト、コピーペースト何回でもできるんですが、え、これは、えっと、まあ、 あのエクソンがある部分なので、元の遺伝子とは同じにならないんですね。イントロンが除去されますので,で。ということで、元の遺伝子はイントロンがあり、新しい遺伝子はイントロンがないということで、元の遺伝子と区別がつくということです。ダックスフンドという犬が尾が短くなった原因は、この2世、えー、遺伝子の影響だという,うに言われております。さてそれで まあ、さっきちょ,ちょっと言ったことですけど、この特に LINE、まあ、と逆転、あの本当、HIV はさっき言ったように厳密に言うと若干違いがあるんですが、LINE、えーまあ、で説明をしますと、LINE は自らの細胞の中で自己増殖していると、一方、HIV などの,あのレトロウイルスは旅するということですね。でこのことから、えっと、ウイルスはなどういう存在かというと、もともと ゲノムだ人の、まあ、ある細胞の遺伝子だったんじゃないかと、でそれがおとなしく細胞の中でラインのように増えてきたグループの一部が、まあ、外に飛び出すようになったんじゃないかという説が、まあ、一つのウイルスの由来説ウイ,ルウイルスの由来というのはまだ3つぐらいの説があって、えー、定まってないんですが、一つの有力な説が、ウイルスは細胞を飛び出したラインラインのような形のゲノムですね。まあえー ではないいかという説がありますさて、それでは最後ですがあの、最初にあんまり強調しなかった、この単純反復配列つながります。これは単純にあの同じ配列が縦につ,つながっている形です。で、ちょっと具体的に言いますと、人の DNA には GA、ここに書いてありますね、GAGA や ATGC、ATGC、AATG AT など、ごく短い塩基が繰り返されて 領域があるとでこのような領域は STR、ショートタンデムリピートというふうに言っているとで。この STR の繰り返し数には個人差があるんですね。でこれで実は DNA 鑑定ができるんですで。ある人のある部分の STR は5回だけど別の人は7回だとかそういう個人差があるということで個人差を分析して DNA 鑑定なんかで、えー、個人識別するときに。 このショートタンデムリピートののが使われてます。でこのショーートトタンデムリピートは、あのーまあ、さっき言ったようにラインのように自己増殖する仕組みがあるわけじゃなくて、多分ん、まあ、人間が間違えて何回かコピーしてしまうように DNA もある配列だけを間違えてこうレコードの、まあ、最近レコードは使いませんから、レコードの針が壊れると同じ曲の部分を繰り返し聴いてしまうように、 あのまあえー、ちょっと、えー、コピーのときにずれて、同じ場所を何回も繰り返してコピーしてしまうような仕組みだろうといううに言われてまして、そういう形で、えー、個人に残されたあの繰り返し配列を見ると、このように、えー、と家系の,、えー、の親子間の分析ができるということになります。ということで、えー、犯罪捜査とか親子鑑定にも繰り返し配列のは使われているということですね。 えそれでは最後に、えっと、さっきグラフでまとめたものを、まあ、あの言葉でまとめてみたいと思います。まあ、これちょっとあの解釈によって数字は分かれるんですが、遺伝子関連領域が約4分の1ぐらいあって、遺伝子領域があ,のあるとで。遺伝子関連領域なく本当に遺伝子というか、タンパクになる部分は1%程度だ,っだと,で、えっと。スプライシングしてせられるイントの部分が多いと。でその他にも転写調整領域とか、 えこういう RNA だけになる部分があると。で、遺伝非遺伝子領域の中で最も多かったのが反復配列。これはもともとウイルスのに似たような増殖公式で自己複製を繰り返してきたグループということですね。で、その他の遺伝子間配列ということがあるということですね。はい。えー、それで、えー、ちょっと言葉を最後整理しておきたいと思うんですが、あの、えっ、ー、と、ここの三剤、えー、反復配列は、 えと通称、ウイルス用遺伝子さ、最初に言ったようにウイルス用遺伝子ということがあります。ウイルスのように増えるので。で、これは分かりやすい言い方で、確かに増殖の仕方がウイルスの増殖の細胞内部での増殖の仕方に非常に似てるので、あのまあ、えっ、ー、と、私もこういう言葉を使うんですが。 えっと、これは、まあ、ちょっと、えー、気をつけなきゃいけないのは、ウイルスそのものではありません。ただ、えー、っと人の体とウイルスウル、人の体の中の遺伝子の増殖の仕組みとウイルスには共通性があるという、非常に似たような仕組みがあるということを知っていただくと、まあ、ウイルスなら、えー、びに人、遺伝子に関して、えー、両方理解が深まるのではないかと思います。ということで、えー、本日はどうもありがとうございました。 あれなんだこりゃ終了しないですねあ終了しますはい。